な光景、まるでおとぎ話のようだわ。そうだ、大越しするなら朝食をお待ちすべきだったかしら。でも今はこの屋台で買った珍味しかないわね。あの神龍様はお目覚めに何を召し上がるの？魚の腹綿を揚げたものなんかは、いえ、今のはお忘れください。え？魚の腹綿を揚げたもの？なんだそれは。美味しいのか？独特な苦味がある気がするが、なんか、イカの肝和えみたいな、そんな感じなんかね。どうすんだかな？蒸し食べようか。ペテラス。